アイデアパッドとは、レノボ社が製造、販売する、消費者向けのノートパソコンのシリーズである。イデアは、2008年1月に発表された、レノボのコンシューマー向けパーソナルコンピュータの新しいブランドである。従来のビジネス向けである、ノートブック PC のシンクパッド、デスクトップ PC のシンクセンターなどに対して、 コンシューマー向けとして、ノートブック PC のアイデアパッド、タブレット PC のアイデアパッドタブレット、デスクトップ PC のアイデアセンターが設定されている。アイデアパッドは、レノボの消費者向けノートブック PC のシリーズで、現在は、ワイドノートの Y シリーズ、モバイルノートの U シリーズ、超軽量ノートの S シリーズに、タブレット PC の K シリーズと A シリーズを加えた系。 5シリーズで構成されている。2008年1月にアイデアパッド及びアイデアセンターのブランド発表と同時にアイデアパッド Y510、Y710、U110 が発表された。2008年8月にはネットブックであるアイデアパッド S10 が399ドルで発表され10月に発売された。2009年7月11日には S10 から2が発売された。そして S シリーズ以外のラインナップは2009年8月19日に Y 及び U シリーズの一部モデルの導入を発表し9月5日から発売が開始された。特徴としてセキュリティチップを搭載しないなどビジネス用途における高度なセキュリティ管理を必要としない一般ユーザーに向けた製品である。認証システムとしては 指紋認証を採用しているシンクパッドに対し内蔵のウェブカメラによる顔認識システムのベリファス画を標準装備しており登録すればパスワードの代わりに顔認証で Windows へのログインができる。なおアイデアパッドはレノボ3000などと同様にレノボ社が独自開発したシリーズである。IBM から買収したシンクパッドとは異なりトラックポイントは搭載されていない。 また、アクセス IBM、トニーンクバンテージに似たボタンが存在するが、起動時のリカバリーには使えないという違いもある。それ以外に関しては、シンクパッド同様ハードディスク、光学ドライブ、キーボードの取り外しが容易に行える、曜ビス穴付近にマークが彫り込まれているなど、メンテナンス性など継承されている部分も多い。また、タブレット PC は、2011年8月に、 K1、続いて10月に A1 が発表、発売されている。ネットブックは、高額ドライブ非搭載のため他の海外メーカー製、ネットブック同様、リカバリーディスク作成はできないが、レノボにて注文することが可能である。レノボエンターズワールドワイドコンシューマー、PC マーケットウィズニューイデアブランドレノボジャパン、コンシューマー市場へ。 参入初の消費者向けウルトラモバイル PC、アイデアパッド S10E を発表。レノボジャパン、さらなるポータビリティとデザイン性を追求した、アイデアパッドの新シリーズを発表。2011年8月2日、発表。8月26日発売。2011年10月13日発表。10月28日、発売。レノボ S10 リリースドレノボジャパン。 超低電圧プロセッサ搭載のノート PC を7万円で発売イットプロ。ありがとうございます。